TSP インターネット教室、今日はカリフォルニアオフィスのアニーカさんをお迎えしてお送りしてまいります。おはようございます。おはようございます。アニーカさん、今日はウェブサイトを育てるというお話伺えるそうなんですが。はい、ホームページ持ってても全然お問い合わせがないって困ってらっしゃる方たくさんいると思うんですね。ではホームページ作ってから何かしてらっしゃいますかとお伺いすると、キーワードも入ってるし自分のホームページ Google とかで見つけられるんじゃないのって思ってらっしゃる方多いんですよ。はい、ですがやはりホームページにキーワードを入れてるっていうのはもう基本的の基本で、どなたもやってらっしゃることなので、まあ、それだけではなく、ホームページっていうのはこれから育てていくものなんですね。はい、でどうやって育てていくかっていうことなんですが、まずは自分のホームページのアクセス数っていうのを確認していただきたいんです。はい、実は Google で無料で使える Google アナリティクスというものがあります。はい、それは Google の E メールアカウントを持っている方でしたらどなたでも取得することができて、そこから ID っていうものをもらえるので、それを自分のホームページの中に埋め込むことができます。できるものとできないものがあると思うんですが、弊社が開発した Web で Express というホームページ作成ツールにはその ID を入れ込む場所があります。ですからホームページを作った後、実際に自分のホームページが何人の方に見てもらってるかとか、どこから、まあ、日本から見られてるのかアメリカから見られてるのか、それこそトーレンスで何人見てもらってるのかとか、そういうとこまで見ることができるんですよ。はい、分析っていうことですね。そうですね。はい、でその他にもどんなキーワードでお客様が自分のホームページを探してくれてるかなんていうのも見ることができるんです。はい、Google Analytics では直帰率というのを調べることもできるんです。直帰率というのはまず Google とかで検索されるときに思ったものと違うものが出てきてしまってクローズされてしまったものが直帰率と言います。でそれが多ければ多いほど Google とかのサーチエンジンオプティマゼーション順位が下がってしまうんですね。うん、っていうのはなぜかというと、皆さんが探しているキーワードとそのホームページの内容が合ってないというふうに見なされてしまうんです。はい、そこでホームページの内容を見直して、もう一度キーワードを考えていただいて直帰率の低いページに作り直すということもとても大事なポイントになります。そのホームページで滞在している時間、何ページ見てくれてるか、あとは携帯で見てるのかとか PC で見てるのかとか、そういったところも見ることができるので、まだ携帯対応されてらっしゃらないホームページの方で、もし Google Analytics で携帯で見てる人が 80% もいたら、これは問題ですよね。そうですね。で、まあまあホームページは作っただけではなくて、一度分析してさらに良いものへとしていくこと、まあ、育てていただくということはとても大事なポイントになってきます。それには時間もかかりますし、労力もかかりますけれども、やることによって良いウェブサイトに育っていきますので、皆さんも頑張ってください。はい、一度 PSP さんにご相談というのもありですね。あ、はい、もちろんです。ご連絡ください。はい、424-215-9939、カリフォルニアオフィスのアニーカまでご連絡ください。アニーカさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。